はい、おはようございます。ラウンズでございます。はい、本日は2月28日日曜日5時17分でございます。はーい、朝早いっすね。今日は構えに地ぬ釣りに行きますよ。地ぬ釣りに行きます。早い。今日はちょっとね、気合を入れて朝一からどっかちょっとね、とりあえず予定ではイカダに行ってみようかなみたいな感じで、イカダ行くと大体構えの言い方そうですが、1日で1000円ってところが多いので、どうせ行くならね、もう朝から行って夕間詰め半夜とね、やってでかいのを狙ってやろうじゃないかと、全国に行った人と話しておりました。これに、ね、かっこなんとかって多分名前出てると思うけど、ということで、ちょっと朝早いですけど、行ってこようと思います。回答頼んだのがちょっと、夜だったので、前回で頼んだけど、どうかな微妙なとこやな。っていうか、なんで外雨降ってんの？雨降るとか言ってた今日。全然知らないんだけど。なんか外を見たら、なんて言うの？まだ、今家前だけど、なんか車ガラス濡れてんだよ、全部が。あれ霜じゃないわね。あ、絶対降ってるわね、その辺でも濡れてるから。ということでございます。まあ、ちょっとね、濡れてるんで、気をつけながら、川の釣り具に向かいまーす。はい。川の釣り具でございます。今日の巻き絵は、パーフェクトチヌ。スリーマンのパーフェクトチヌとチヌの前ホワイト2袋と残りが割とあるね、1袋2袋とオキアミ2角と、まあ、ぬかが2キロぐらいと、ジャンボが1角です。はぁ、混ぜるか、混ぜますか。はい、先週やってきましたゴーチでございます。釣り人はね、外向きに2人吹かせ釣りかな。いや、寒いっす。まあ今日はね、あんま風ないので、外向きでも内向きでも、釣られるって感じですかね。はい、ちょっと先に向かいたいと思います。はい、ですね、ここが西の浦の、普通の港ですね。港。3人ほど手前でやってるかな。なんか奥の方に1人内側で、やろうとしてる方がいるぐらいで、そんなここも釣り人がいる感じじゃないですね。といった感じで、なんか構えのチヌが、いまいちなのかな。もう2月終わりなんで、そろそろね、もう多い時はバーッと並ぶんですけど、なんだろうね。あれみたいな感じでございます。はい、おはようございます。ラウンズフィッシングでございます。まぶしい。何時かな ?8 時ぐらいだったよな。8時ぐらいになったよ。8時43分。7時から始める予定がもうだいぶ遅れてしまいました。はい、とりあえず、仕掛けを作っております。今日はね、イカダに来ております。イカダにね、もう見えてるとイカダでございます。まあね、この辺というか、まあ、構えイカダ多いですけど、とりあえずね、先走って釣れねえかなと思って、今日はイカダでのんびりやろうと思います。周りもお客さん少ないんでね、まあ釣れてるかどうか、わかりませんけど、とりあえず仕掛けを組んでおります。どこだ局所どこだ、はい、局所のね、1号530でございます。リールも2000番 DXG コンパクトでございます。で、道道が見えてるから 1.75 ね、今日はイカダやっぱロープ多いからね、ちょっと太めでいきたいと思います。で、とりあえず浮きがね、D フラッツ74の P03 でございます。見えてるかな、水深がね、これ20メートルぐらいあるんですよ。あの、半ユーズで何回かやったことあるんで知ってるんですけど、
先端の方だと大体20メートルぐらいあります。ハリスはとりあえず 1.7 で、シーガーグランドマックス FX の 1.7 でとりあえずね、やってみようかなと思っております。シーはね微妙に動いてんのかどうなのかな、あんまり動いてない感じかな。なんか負けがこっちからなんかこう見たらこうなるのか、巻いたらこうなって、して下の方はもうなんかまっすぐ落ちてるような感じで、あんまりまだ動いてないかな。潮みたいなから満潮か干潮かわかんないけど、あんまりね今んとこは動いてないような感じです。というところで、とりあえず俺は今こっち向きでやって、まあ潮の流れ的になれば今ね五目チヌさんがこっちでね、反対側でやっておりますか、まあ組んでるけど、まあ潮の流れ的のあれでは俺もこっちでとか、その辺なんぼで空いてるんで、ちょっと移動してやるかもしれません。まあ、とりあえずやってみますか。そこ狙いで。ハリスはもう今日あんまり長くいらないね。2キロぐらいあれいいか、ね。と、まあ考えております。2キロ半ぐらい取ろうか。うん。ね、イカダの場合あんまハリス長いとこう、上げきらないから。まあ、2キロ半ぐらい。まあ、できる限り斜めの2キロ半で行きたいと思います。本当に最後のちょっとしか取れてないっていうね。そりゃ、しょうがないよね。チーズです。メイターです。おめでとうございます。完全にメイターです。30、40あるかな。40あっても構えじゃメイターです。50はメイターだ、ね、まあまあ釣れたんで、はい、もうではないです。おめでとうございます。あはい、まあメーターが1匹だけなんですけども、はい、とりあえず当たりがないのでこれシャキットコーン羽衣フーズ、高いやつです。高いやつっても100円ぐらいだけど、まあ、この量で100円は正直高いんだけど、なんとなくね今日黄色がいい気がして、まあ、黄色主体にちょっと使っていこうかなと思っております。これが食うのかどうかわかんないけどね。あのね、塩も、もう動いてないかな。そしてね、暑い。防寒着とかいろいろ持ってきたけど、もうスキンズにこのジャージ1枚で十分です。十分。まあそんな感じで、ちょっとこれもちょっと机に加えながらやってみたいと思います。ご飯を食べましょう。今日はラーメンでございます。久々のまるちゃんごつ盛り豚骨でございます。魚は一向に釣れません。いません。ニューは置いとるだけでいい。ラクラクですよ。全装買えるそうですよ。せっかくスーパースリムチヌがついてる。体感温度の差をちょっとどうにかしてほしいわ。服ならずっと補強着はいいやん。カボカン着るだけ。これが吹いたりやんない。やんだ瞬間パーッと暑い。待って。いただきます。今日は
ブライスの半額です。つけ6です。つけ6って言うか、これ半額です。90円。安すぎやろ。ラーメン1個より安い。そうなの。前よりなんか俺でも量はちょっと減ったわ。前もハンバーグ好き？はい、そうでした。ご飯の量は若干減った。まあいいかな。ブラフェルダーチーマジで。東の後ろはカーッとなっちゃう。こんな暑いのラーメン食うんかいって言うてる。風が吹くとちょうど、ああラーメン最高ってなっちゃう。すごいんだよ、温度差がね、本当に。いただきますよ。おつもりの豚骨湯気出てる。良さそうに見えるのは暑いからね。気温は風がないと本当にね、相当暑い。辛いって言うほど辛い。いや、ちょうどいい。カラカラ混ぜそばの方が辛い。あれに、あれの右に出るのはなかなかねえやろ。はい、もう大の大人が 大の字になって寝ております。眠いやら何やら言って大の字になっております。大の字で寝ようとしております。いいんでしょうかこんなことで。ああ眠いね。何も釣れし、先端でやってるとね、もう根が借りて帰ってくるんだよね。仕掛けが中層ぐらいまでこう手が帰ってきて、それからこう行こうとするんだけども、中層の力が強くて仕掛けが行かないんだよ。で結局こっちの、中段の方に移動してきました。中中か真ん中のか。上はいたけどね、上はいなくなったんだけども、どうすかね、わかんないです。ということで俺も寝ようかな。さっきやっぱラーメンと何やら飯食って眠いし、常にね、こういう防寒着も持ってきたんですよ。防寒着の方ね、ネクサスのあのものプラスなのね。でもね、着ると着て風がパッとやむと暑いし、風が吹き出すと寒いけど、これ着てたらちょうどいいんだけど、それから風がパッとまたやむと超暑いんですよ、超。なんでまあこれをね、上にかぶって寝ようかなと考えております。とりあえず本当に眠いっす。まあ実際はこう寝てる人いますけどね。ということでございます。はい、昼から数頭をして、筋肉が1回ついたのかな。ガミガミになってたんだけど、当たりは上がらせに出したやった。見えるかな、15時44分なんだけど、わかんねえ、話しちゃわかんねえ。はい、もうね、ちょうど夕まぐれになります。そろそろ気合入れて、そろそろアコにおる名人が釣ってくれると思いますので、竿曲げの鬼神を期待しておいてくださいませ。あ、聞こえてない、聞こえてなかった。ということで、多分ね、筋肉がついてるんで、とりあえず、チヌは多分いると思うけど、筋肉からしてあんまり大きくないかもしれない ね、まあ、そんなところでございます。はあ、まあまあ、厳しいなって言いたいところですけど、カマイのチヌはね、まあ今からなんで、俺からしたら今からなんで、
楽しみでございます。はい、ね、ちょっと浮きを変えました。オーチエント60の L の000でございます、うん、ちょっとね風があってね、ちょっと今軽くなんとなく遠投してます。遠投して、なんていうのかな、キンクが、ついたのでちょっと遠投してるんですけど、こうまた風音と入ってるかな風がね時折吹くので、ちょっとねディアジーだと遠投がしづらいっていうか、まあ、できまあ斜め後ろがだからできなくはないんだけど、なんて言うんだろう、あの方向が若干ブレる、ということで、ちょっと自重の重い、オーチ遠投にしてみました。水深がね大体12-13メートルぐらいかな、これは。この辺の五目小さなところで15-16ぐらいみたいです。まあ、ということで、頑張ります。頑張ります。